でてんてんてん、なんかいろいろあるこの辺の銅シリーズ買っていきます。結構とんがってます。バン、そしてバン、袋から取り出します。バン、ということでこちらでございます。サディカ、こんにちは、ノブです。本日はドンキホーテでなんか変わったお弁当、がっつり系なのかな、美味しければコスパが良さそうなお弁当があるみたいなので、そちらの方を買いに行きたいと思います。ということで本日今来てるのはこちら沖縄県宜野湾市ドンキホーテでございます。もうすでにドンキホーテに来ていて、屋上っていうのかな、2階っていうのかな、お店の上の部分の駐車場でございます。そして本日ご紹介させていただくのは、先ほど言ったようにドンキホーテのお弁当、最近ドンキホーテなんか大きいドって書いた激安の商品、そちらのオリジナル商品を推してるような感じなんですが、お弁当もそういったものあるんですね。ドンキホーテ近いんですけど、僕意外とドンキホーテあまり行ってなくて、 SNS でその情報を知ったんですが、その中の一つにですね、ちょっとこれは本当にコスパがいいのか、ちょっと食べてみないと微妙なところもあるんですが、値段自体はですね結構お安いお弁当があるみたいなんですね。ちょっとそちらの方をいただきにドンキホーテの方に行きたいと思います。ってなんかドンキホーテの周りをうろうろしながらお話しておりますが、ドンキホーテの方に向かいましょう。でーてんって、さっきからドンキホーテいましたが、改めて中の方に入っていきたいと思います。マジ価格、アプリももちろん入ってますが、こちらでお弁当物色したいと思います。それでは入ります。ということでお弁当コーナーやってまいりました。目的もあるんでしょうか、あるかな、なかったらどうしよう。それではちょっと見ていきます。でーてんということで、ドンキホーテ坪川店にやってまいりました。実は宜野湾店なくて、調べたら坪川店で買った SNS を見たみたいなので、坪川店までちょっとはるばるやってまいりました。超久々ですけど坪川店で、それでは目的のお弁当あるかな、ちょっと見に行きます。それでは入ります。ということでこの辺です。あ、銅シリーズある、でもあ、銅シリーズいろいろある、なんかいろいろある、この辺の銅シリーズ買っていきます。あ、目的のものもあった、買っていきます。おー、ということで戻ってまいりました。それではありました、買ってきたもの、バン、あ、これは違いますこれ最後にまたいただこうと思いますが、ドンキホーテ、あの坪川は1000円以上じゃないと駐車場無料にならなくて、1000円足りなかったので、なんか美味しそうなもの買ってきました。これもドンキの優しい甘さのカカオケーキ12個入りでございます。それではお弁当、結構とんがってます。バン、そしてバン、袋から取り出します。バン、ということでこちらでございます。初め買おうと思ってたのはこちら、甘だれめんつゆ温玉を混ぜてかき込むどめし、こいつがもう天かす好きにはたまんねえ、サクふわとろごちそう天かす丼でございます。なんと天かすがご飯の上にたくさん乗っている、こちら丼です。天つゆ付きでございます。あとこっちもあるんですが、まずはこっちいただいてみましょう。開けます。バン、ということでこんな感じです。すごい天かすまみれでございます。そして真ん中に温玉、こんな感じでございます。一応こちらに書いてる通り、めんつゆ温玉を混ぜてかき込むと書いてあるので、まずはこちらのめんつゆかけましょう。それではこちらをかけて、よいしょ、そして混ぜます。もう混ぜちゃいます。すごいな、なんか何飯か分かりませんが、おー、でもやばいですね、これは本当に天かすです。かき混ぜ方は粗いですが、こんな感じでいただいてみましょう。それではこちらいただきます。うん、美味しいですね。なんだ、味は食べた瞬間の味は天丼ですね。これは美味しい。なんか栄養的には本当に栄養あんまりない。天かすと卵、そしてネギがパラパラあるので、ちょっと野菜は取れてるかな。ちなみに値段は322円でございます。まあ安いですけどね。しかもちょっと重さ測ろうと思って持ってきたの忘れてた。重さ測ろうと思ってたんでした。結構重量感あるんですよね。それではこのまま乗せます。よいしょ、 434g です。結構それなりに重さあります。それではさらにもう一口いただきます。めんつゆの味、そして天かすのこの脂っこい感じ、それが卵でまろやかになってるのかな。でも卵のこってりさ、まろやかさがさらに美味しさ引き立ってると思います。美味しいです。それではこの天かす丼狙いだったんですが、もう一個やばいのありました。こちら、マヨ好きに捧げる生姜焼きだれとシャキシャキキャベツ、とどめはかき混ぜた時に隅々まで行き渡る圧倒的なマヨの海、白すぎる豚の生姜焼き丼でございます。一応写真はイメージですとありますが、これがキャベツと生姜焼きとマヨネーズ、たっぷりのマヨネーズが入
入ってるっていうことですかね。これもすごいです。それでは温めて蓋開けます。バンということでこちらでございます。真っ白です。白すぎる豚生姜焼き丼、すごいですね。本当に真っ白ですね。こっちも一応生姜焼きダレとシャキシャキキャベツ、とどめはかき混ぜた時に隅々まで行き渡る圧倒的なマヨの海と書いてあるので、混ぜる感じかな。一回ちょっと、おお、なんかすごいな。お、生姜焼きが下にありました。そしてキャベツもある感じかな。おお、キャベツもなんか基本的には層になってる感じかな。ご飯、キャベツ、生姜焼き、マヨネーズっていう感じですね。うわ、しかしやばいですね。マヨネーズやばい。マヨがやばいです。あ、スプーンじゃ食べにくいかな。めっちゃ一口大きそうですが、それではこちらいただいてみましょう。それではこちらいただきます。すいません、僕別にそんなにマヨネーズ好きではないんですが、すごいですね。マヨネーズがやばいです。でもこの生姜焼きも美味しいです。結構肉厚な生姜焼きですね。薄い感じではなくて、まあ、しっかりと肉の厚みがある程度ある食べ応えのある生姜焼きですね。そんな生姜焼きと大量のマヨネーズでございます。それではもう一口こちらいただきます。っていうか、なかなかやばい感じのマヨネーズだらけでございます。で、天かすだらけです。かなりとんがってますが、こちらどんどんいただいていきまーす。ということで、いただきました。完食でございます。ちなみにすいません、一人ではいただいてません。二人で完食をいたしました。にしても高カロリーな気がします。ごちそうさまでした。そしてこちら、ドン情熱価格のこちら、優しい甘さのカカオケーキでございます。なんかお店に書いてたコップにはなんか大人気って書いてて、今年も登場しましたと書いてましたが、僕はすいません、初めて購入しました。美味しいんでしょうか。それでは開けてみましょう。横からか、ペリ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 、よいしょから出す感じかな。よいしょ、こんな感じでございます。それではさらに袋から開けます。バーンということでこんな感じです。まあもちろんこっちの絵としっかりと同じ感じでございます。まあここ違ったらあれですよね。それではこちらもいただいてみます。それではいただきます。結構ふわふわな感じですね。ふわふわな食感と、このチョコカカオケーキっていうことで、まあそんなに苦いっていう感じではないですね。もっと大人なカカオの苦みがあった方が僕は好きですけど、甘いチョコレートの感じが美味しいです。ということで本日はドンキホーテのかなりとんがったお弁当を2ついただきました。天かす丼と、あと真っ白なマヨネーズたっぷりの豚生姜焼き丼ぶりですね。どちらもとんがってましたね。まあまず最初に目的で言っていたあの天かす丼ですね。天かす丼を SNS で拝見して、それを今回いただこうと思って、宜野湾にはなくて坪川の方まで行っていただきました。まあ、本当にメニュー的にはですね、もうそのままですね、ご飯の上に天かすがいっぱい乗っていて、そして中央に温玉、卵が乗ってました。そしてそれに天つゆをかけてガーッとかき混ぜて口の中まで書き込む。なかなか普通に販売するにはとんがったお弁当ですよね。でもですね、やっぱり食べた瞬間ですね、天丼でその天ぷらの天かす、この衣が本当に大事なんだなと思いますね。天かすと天つゆの香りが口の中で広がって、天丼食べてるような感じがします。そしてそれに卵があって、卵の天ぷらとかもありますよね。そんな天丼を食べてるような体験をすることができます。まあでもですね、単純に天かす自体もやっぱり美味しいですもんね。丸亀製麺では天かすもいっぱい入れることができて、そういった裏レシピみたいなもいろいろ出回ってたりもしますが、その天かすがご飯いっぱいに広がってそれをいただくっていうのもなかなか美味しかったです。そして値段的には330円弱ですよね。まあどうでしょう、具材的にはそれほどたくさんないですけど、まあご飯があって卵があって、そして天かす天つゆって考えると、まあ値段相応なのかなと思います。でも結構気軽にお腹いっぱいになれて、お昼時にドンキホーテ近くに寄ったら、こちらの方ちょっと今日は予算ないけどお腹いっぱい食べたいなっていう時はいいんじゃないでしょうか。そしてあとマヨネーズたっぷりの生姜焼き丼ぶりですね。あれもなかなかとんがってましたね。ご飯、キャベツ、そして生姜焼き、その上にたっぷりのマヨネーズ。結構生姜焼きもですね、お肉もしっかりとたくさんあって、生姜焼き丼としても満足いくお弁当だと思います。まあ、それにマヨネーズたっぷり。やっぱり個人的にはですね、僕マヨネーズがそこまでめっちゃ好きとかっていうわけではないので、あそこまでマヨネーズはいらないかななんて思ったりもしました。ちょっとかかってる分には美味しいんですけど、やっぱりあのお弁当はマヨネーズ好きの方に食べていただいた方がいいメニューかなっていうのを感じました。ぜひマヨネーズ好きの方、ドンキホーテさん、ちょっと僕が確認できたのは坪川店だけですが、ぜひ皆さんも買って食べてみてください。そ
そして最後にちょっとおまけのようにいただいたカカオケーキですね。あの一箱で400円ぐらい、それに12個入りっていうことで、まあ情熱価格のやつなんで、それなりにコスパがいいお菓子かなと思います。多分この後3連休ゴールデンウィークに入っていくので、子供の3時のおやつ休みなので10時もおやつがあったりするかと思います。その時の子供のおやつになるかと思いますが、なかなか美味しいカカオケーキでした。まあ久しぶりにドンキホーテ行きましたけど、やっぱりこの情熱価格系は結構面白いですし、コスパがいいものたくさんありますね。もし皆さんドンキホーテでこんな商品美味しいよ、こんな商品お得だよ、あたまたこんな商品めちゃめちゃコスパ高いよ、食べ物だけではなくて、まあ、生活用品系もたくさんあるので、ぜひ、あと家電系もありますよね。ぜひ皆さんお得な情報あったらコメントいただけたら嬉しいです。ということで本日は改めまして、沖縄県那覇市にあるドンキホーテ坪川店でかなりとんがったお弁当、天かす丼とマヨネーズたっぷりの生姜焼き丼いただきました。こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報を配信しております。この動画が役に立ったなと思っていただいたら高評価、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。サーリークラブ、バイバーイ。ちょっと関係ないんですが、このオキシクリーン、オキシシャイニーなんですが、多分このオキシクリーンと同じものなのかな。このドンキーのやつ税込み1099円、これめっちゃ落ちるんですかね。これが妻が気になってるらしいんですが、知ってる方いたらぜひコメントください。